始まりました、ヒーローズジャパンスペシャル。この番組は我が国日本を元気に立ち上がれ大和魂を合言葉に、中小企業の経営者、経営幹部が集まって日本を元気にしていく活動をしているヒーローズクラブの活動を発信していく番組です。さて今回のまずはメンバーを紹介していきたいと思います。はい、銀座寿司小島のタリちゃんです。銀座寿司小島のハルちゃんです。山崎文英堂山ちゃんです。 RI ののんちゃんです。そしてメディアラボのむっちゃんでお送りします。さて今回は9月13日に東京八芳園にて行われた大和プロジェクトについてお話をさせていただきたいというふうに思います。大和プロジェクトは日本の復興をテーマにしておりまして、農業、教育、文化、経済の復興を目指して活動させてもらっております。それでは先日八芳園で行われた大和プロジェクト公演の VTR をご覧くださいませ。せーの、どうぞ。中小企業一社ではできないことでも、みんなで力を合わせればできることは無限大です。不安や怖さを超えて新しいことにチャレンジした先にはたくさんの仲間たちがいて、日本中へそして世界中へ楽しさや愛の輪が広がっていくということが、私たちが一歩ずつ進み出したいことです。正気を取り戻す、日々の生活をきちっと続ける。ちょうどここにいる発表来てる3人が話したんですけども、はい、山ちゃんどうでしたか。社会貢献をですねしていくことと、あと企業のこう売上げというものがですねこうつながっていくっていう、まあ、新しい新時代の働き方っていうお話をさせていただいたんですけれども、この教育とか活動することによって、あ、この会社の方も発展していくんだと、これからのですね新しい時代の働き方を、皆さんとこう共有した時間になりました。そしてその後の井上先生の講演をいただいたんですけども、私もマスコミでは開示されていない情報だったりとかを井上先生から聞かせていただくことで、これから そのウイルスの対策だったりとか、どうやって自分がこれから選択をしていくのかというのを決められる、とてもいい時間になりました。さて第2部では、和太鼓にこう合わせて、オープニングでですねダンスチームが初のこう大和プロジェクト公演に参加という感じになったんですけども、はい、はるちゃんどうでしたか。はい、僕たちも、実際踊らせていただいて、その演奏に合わせて気持ちが高まりまして、お客様にこう元気を届けたいという気持ちで踊ることができました。そしてオープニングの後の陽歩っていう楽曲もすごかったですよね。これはダンスチームみんなで踊らせていただいたんですが、1月からずっとこう練習をさせていただいて、で今回の実は大和プロジェクトで初めての全員での参加でして、朝練とかにもみんなで参加をさせていただくことで、チームの一体感が出てとても楽しい曲になったなと思います。はい、そしてその後実は和太鼓チームの演奏になったんですけども、今回は大鳥でまた新しい曲を叩かせていただきましたね。なんかこう組太鼓っていう初めての、太鼓の楽曲だったんですけども、大太鼓と長胴太鼓と締め太鼓っていうね、3種類の太鼓を組み合わせてこう作る曲でございます。あとなんか今回なんかその曲のイメージ
ージというか、その大鳥っていうふうに本当に羽ばたいていくっていうことをどうやって表現しようかっていうのをみんなでも何回も話し合ったりとかね。そうですね。和太鼓チームというのはどちらかというと経営者と経営幹部が集まって、もう今リーダーの人たちがこう集まって本当に日本復興するためにどのようにやっていくのかっていうことを、まあ太鼓叩きながら皆さんにもお伝えできたらということでやってる感じだと思うんですけど、まあダンスチームというのは本当に次世代のリーダーがこうダンスっていうことを通して成長していく、ある意味のこう教育機関でもあって、実際たくちゃん見ててこの1年間のはるちゃんの変化っていうのはどうですか？すごく自分が印象的なのはなんかこう、すごく明るくなったというか、いろんな人とこう自分の自分の人様だけで会ってるよりもやっぱりいろんな他社さんの仲間と会ってるので、なんかこう楽しさがこう広がってるというか、笑顔がなんかすごくなんか優しくなったというか、あとはですね、やっぱその仕事に対しての取り組む姿勢みたいなのもこうまっすぐになったというか、そういうところは私から見ても十分感じると思いますね。お客さんに接客する時もやっぱ自然と笑顔になって、お客さんにも笑顔を届けたいなっていうふうに思いがすごく強くなりました。以上、大和プロジェクトの報告でした。続きまして、11月9日イチョウホール八王子市芸術文化会館での大和プロジェクト公演が決定をいたしました。今回はですね、その協賛をしてもらっていただいている、和田食品のマサニーに来ていただいてますので、意気込みをぜひお願いします。はい、和田食品のマサニーです。よろしくお願いします。今回の協賛としてやった目的はですね、やはり私八王子に住んで今年で56年目になります。地元ですもんね。地元ですね。そして小さな頃からこの町で育っていろんな方と出会って、ご縁のある方に何かお役に立てないかということで、今コロナ禍で日本が疲弊している中に、私が地元に何か恩返しができないかということで、日本を元気にということで大和プロジェクトの八王子公演をぜひやりたいということで、先頭に立って進めています。これの趣旨はですね、やはり知ってる人がですね、いろんなことに日本を元気にするために何か、本当のことを知っていただいて、そして八王子から、日本から世界に元気を発信したいと思って開催することに決めました。皆さん、小さな子供から、つながってる仲間を連れていただければというふうに思います。よろしくお願いします。で、今回は作家のですね、赤塚先生に来ていただいて、この日本の先進性だったりとか、この歴史のことだったりとかってことについてお話をいただくんですけども、はい、この日本に生まれて、日本の建国がいつだったとか、日本の精神性だったりとか、日本の本当に持ってる神話とか神道の国ということを知らないなということを、すごく気づきまして、また今道徳として日本のことを伝えない時代に、本当に赤塚先生はそのことを具体的に、そして面白おかしく伝えてくださるので、本当にためになるので、赤塚先生に来ていただくことは非常に来る皆さんも勉強になるなというふうに思います。楽しみですね。はい、そうですね、今からワクワクしてます。そうですね。はい、でそして今回はですね、ダンスの、オープニングもまた皆さんに披露できればと思ってますし、そして和太鼓チームは和太鼓チームで皆さんにこう元気とですね、この振動を届けてきたのかなというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。さて、大和プロジェクト八王子公演は11月の9日イチョウホール八王子市芸術文化会館、開演は18時からになりますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。そしてチケットは概要欄に貼ってますのでぜひ見てください。それでは皆さん、お待ちしてます。さて、続いてはこちらのメンバーに来ていただいてます。はい、アイワ職員のヤスです。 RI 株式会社のカズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、このコーナーでは私たちが今学ばせていただいている特別講義についてのお話になります。私たちが学んだのは新通貨を具体的に知るという題材で知ったんですが、増田先生と武田先生の講演は
やっぱり自分たちのお金っていうものが次にどういうふうに変わっていくか、こっちに興味を向くっていうことが大事だなっていうのがすごく思いました。それではその様子をご覧ください。せーの、どうぞ。日本人のこう持つ和と調和というのにすごく親和性があるというお話がありました。ここのブロックチェーン の, その考え方とその今の和と調和というところについて少し解説をいただければと思います。共同体的にコミュニティ的な集まりを作って、この中でブロックチェーンを使っていこうじゃないかと、そうするともっといいことができるねというのに向いてるんですね。でそういった意味であの、それぞれが、私有財産を持って競争し合って契約で物事をやっていく西洋的な世界、日本人的なコミュニティ的な世界というのを向いてるんじゃないかな。こんなの全ていいよというわけではなく、こういうリスクもあるよと、例えば中国がどうだよとかっていう中で、例えば貨幣価値がどうかなってしまう可能性があったりとか、そういうことも含め我々がこれから準備することとか、そういうこともあるんだよという可能性の一つ二つを教えていただけたらなと思います。そんなにリスクないなと思うんですけどね。一番の大きなのはその今度のコロナのことで分かるように、あの政府がやるとね、変なひどいことを決められるかもしれない。だから一応松田先生のようなプランができて、今さっき聞いたその民間がある程度そういうのできるのっていうのがあればいいと思います。ありがとうございました。いや素晴らしかったですね。やっぱりすごいですね、はい、いかがですか下川安さん。やっぱりね、今こういう時代じゃないですか。だからズームとかでのミーティングとかすごい多くて、でもこうやっぱりライブでこうやっていろんなことが聞けて、やっぱり直接先生からこうなんか自分の聞きたいことをそのまんまストレートに聞けて、それをストレートに返してくれるじゃないですか。そうですね、あの感覚むちゃくちゃいいですよね。だから皆さんにもなんか体験してもらいたいなと思うし、僕らがここでこう映像を通してメッセージを伝えられることって限られてて、やっぱりそこに来て自分のいつもおかしいなと思ってることを聞けるってすごい、カズさんすごいと思うよね。すごい。で、いろんな人が質問する中にやっぱヒントがね、はい、いっぱいあるっていうか、あ、自分もこうだなとか、でそれをライブだとなんか一個一個だったり、ちょっと裸が違ったりするんだけど、そこがすごい勉強になりますよね。なんかやっぱり熱が伝わってくるのがすごい、すごい、最高にいいですよね。でみんな本気でこう質問するじゃないですか。そうですね。やっぱりデジタル暗号通貨知ってるのと知らないのでは全然変わってきますもんね、これからは。全然ペイペイ以外知らないですね。いやでも本当になんかあの各国の動きで、あのさっきカズちゃんもおっしゃってましたけど、あの中国がこうデジタル元になったりとかっていうことの中で、やっぱりなんかその次の覇権争いっていうのが、なんかこうこういう通貨ってことで変わってくるんだなっていうことを聞かせてもらったので、やっぱり中小企業として何ができるのかっていうことをすごい考えていく必要があるなっていうのを今回すごく感じました。で、まあ、私たちあのヒーローズクラブでは特別講義という形でこの、武田先生や松田先生だけではなくって、前回あの大和プロジェクトでも来ていただいた井上先生だったりとか、あとは次回ですね、11月9日には赤塚先生をお越しいただくように、本当に世界中の一流の先生方に来ていただいて、特別にこう講義をしかもリアルにですねしていただいているという形になってます。やっぱりスタンフォード大学の西先生なんか聞いてて、日本のやっぱ在り方とか日本人としてとか、そういうところもすごい勉強になりましたし、高橋徳先生なんかのウイルスの話なんかも、あ、自分たちこうやって守ればいいんだとか、いろんなことを学ばないといけないなって、いろんな人の話を聞くっていうことが大事だなって思いますね。なるほど。実は、来たる11月の9日、八王子で実は、日本のことをよく知ってもらいたいなということがあって、実は赤塚先生に来ていただくことになっております。この方のお話もむちゃくちゃ面白いですし、太鼓 も, そうです、ね、もう一大一大魂を込めて叩かせていただきますので来てください。よろしくお願いします。最後になりますが、大和プロジェクト第5回目のイベントになります飛天の間で開催させていただきますプロジェクトがそこでも開催されます。ぜひ12月12日皆さん方、多くの方々にお集まりいただき、ここでも皆さんが今まで感じたことがないような、そんな世界観を皆さんに伝えたいと思いますので、どうぞお集まりください。楽しみにしてください。よろしくお願いします。今
イベントのですね、詳細な情報については概要欄に貼ってありますので、ぜひですね、多くの方に来ていただけると嬉しいなというふうに思っています。それでは今回のヒーローズジャパンスペシャルは以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。最後になりますが、12月12日ヤマトプロジェクト、あ、噛んじゃった。どうぞ。違う。そうですね。いいね、いいね。そこを見たね。VTR をご覧ください。